崎チャンネルジョン。こんにちは。さあ今日はですね、はい、なんと里崎が引退して8年目になりますけども、はい、引退後の最大の目標を達成できましたっていうお話です。8年目で今最大の目標、だから7年目に達成したっす。あ、すごい、はい、何って聞いてないですけど、すごいですね。それはなかなか言えないですね。あ、教えてくれないんですか。はい、目標達成しましたっていう報告ですか。そうです。で終わりです。なわけないですよ。教えてくれますよね。その目標教えてほしいんですか。はい、でもどこででも言ってたんですよ。なんだろうな。演技がめっちゃ下手やな。分かってますよ。書いてるもんここに、うん、そう、早く行けってことですよね。ごめんなさい。はい、ということで佐藤さんは1億円稼ぎたいって言ってたんですよね。そう、引退しても現役時代やっぱプロ野球選手っていうのは、はい、まあ、とりあえずはやっぱり1億円プレーヤーになることが、うん、まあ、いわば証し、はい、としてなって、でそれを達成できたから、じゃあ引退しても俺はプロ野球選手と同じ時のような価値を見出して1億円達成できるのかっていうところを目標に立てて、まあまあまあ無理でしょうぐらいの雰囲気あったよ最初はね。ああ、そうですか。はい、それが7年目にして、はい、達成しました。わー、すごい。俺あれだよ、はい、プロ野球は8年目で1億円達成したの。だからやっぱ一番大きかったのはね、はい、コロナやな。コロナが何が良かったんですか。コロナになって激減したのよ、うん、はい、仕事でも、うん、そのおかげでよ、はい、全試合総チェックやりだした。あの時からでしたっけ。そう、暇だから、はい、そういうふうなことを発信してるから、うん、いろんな媒体からやっぱお呼びがさらにかかるようになるの。何かあったら佐々木に聞いとけばいけるやろみたいな、うんうん、であとあれね、競馬ね。競馬、あー、競馬予想してましたね。全くやんないのにね。やんないんですか。やんないのに予想してたんですか。そうだよ、今もいろんなね、もう e スポーツとして成り立ってる、うん、あのプロスペースも、うん、コロナの時から、うん、なんかダルビッシュがやってたんだよね、うん、最初ね、はい、で一番最初俺らもちょっとやったんだよね、自分弾けるかどうかやってみようみたいな感じでやったけども続けてなくて、はい、暇だからってやりだしたことめちゃくちゃあって、うん、その全部つながって、はい、種まきがもう花開いたね。へー。あと俺1年目って仕事めっちゃあるの、そこでどんだけ仕事をローコストで引き受けてハイスペックのものを出せるかが勝負。うわ、もう薄利多売よ。そこでアピールどんだけして。そうだから俺も1年目は収益度外視で、はい、うん、とにかく宣伝で、はい、いろんな人とあの知り合って、うん、いろんな人と顔つないで、でいろんな仕事をやって、うん、自分を宣伝して、うん、どれだけのものを薄利多売で売り出せれるかどうかで、うん、1年間本当もういいねで全部やったから。へえ。今思ったらあの値段で公演もよくやったなっていうぐらいの、はい、でも公演もさ、今は俺はめっちゃうまいよ、うん、自分で言うもなんだけどってなった時に、はい、最初からうまいわけじゃないのよ、うん、でも俺も練習しなきゃいけないじゃん、はい、ってなった時に最初からいい値段もらうと、うん、ハードル上がるじゃんね、はい、こんだけ払ってんのにこんなんだったって思われてもあれだから、うん、こっちも練習で爆発がいるから、うん、とにかく安くても引き受けて、うん、はい、こっちは練習も兼ねながらその雰囲気とか時間配分とかっていうのを、うん、あの学びながら喋って、はい、そうするとよ、うん、ハードル下がるじゃん。はい、この値段でこのことやってくれるのってなったら、はい、宣伝効果はえげつないんだよ。そしたら横につながって宣伝されていくじゃん、はい、でバワーってやっていって、うん、ちょっとずつ上げていくって。すごい戦略勝ち。今やもうほんと1年目から言ったらもう何倍も上がってる、はい、へー。でもそうやって年々こう出る露出とか、うん、メディアに出る数とか、うん、幅も広がっていくわけじゃないですか、うんうん、佐藤さん的に気をつけてることとかってないんですか。これ3つの目が大事なのよ。3つの目、うん、1つは、はい、自分をめちゃくちゃ厳しい目線で見ること、はい、だから俺は現役時代満足したことないんだよ、うん、今日勝ったこととか今日打ったことには満足するけども、まあ、10割は打てないじゃんね、はい、だから もっとしなきゃいけない、もっとできた方がいいって言って毎日向上心持ってやるわけじゃんね、うん、だから満足することないから常にこれじゃダメだっていう厳しい目線があるのよ、はい、でもう1つの目線が、はい、相手は俺に何を求めてるかっていう目線が大事なんだよ。一番だけでやると自分都合になって、うん、自分さえ良ければいいってなると、うんうん、周りの評価気にしなさすぎたら自分が良ければいいと思ってやったらうまくいかないじゃんね、うんうん、だから二つ目はやっぱ周りの人の自分に何を求められてて、うん、何をすればいいかっていうところも把握しながら立ち位置生かさなきゃいけないよね、うん、それ大事ですね、うんうん、で三つ目が、はい、自分を超甘やかすっていう。どういうことですか。めっちゃ厳しくして、うん、さらに甘やかすんですか。人間さ、はい、そんな強くないのよ、うん、みんな、ね、うん、だから
俺って最高とかね、はい、俺って結構頑張ってるしっていうのも入れていかないと潰れちゃうから。あ、まあそりゃそうですよ。そう、自己満足の、うんうん、でもこの比率が大事で、はい、俺は442って言ってる。あ、甘やかすのは2で2、うん、そうそう、うん、で一番最後ね、はい、厳しい目線で自分を律して、うん、こんなんじゃダメやっていう向上心を持って、はい、で自分が周りを何を求められるかっていうところをしっかり把握しながら、うん、自分の立ち位置と何がしたら喜ぶのかっていうところをやって、うん、俺って頑張ってるよなって言って甘やかすって。あそうじゃないと心がそんな1、2だけだったら心破裂するわ、うんうん、そりゃそうですね、うん、それをバランスよく持っていって、うん、やっていくことがいろんなところで結果を出しやすくてできる、うん、そうやって結果をまあ出し続けてきたわけじゃないですか、うん、なんか佐藤さん的にこうモチベーションを上げるものとかってないんですか。モチベーション、はい、これですよ。1億円いくっていう私あの今聞いてあこう答えるだろうなと思ったのは、うん、モチベーション上げるアイテムなんですか、これですって言うと思ったんですよ。そうなん、はい、いやこれですよ。あ、これですかだってこれずっと置いてあるじゃないですか。これは、はい、最近、うん、俺が見つけた最強アイテムの一つなんです。おー、あ、最近なんですね。そう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 、うんうんうん、でも、はい、これね、あのこの商品あるんだけど、これ実際に俺が使ってるやつなんだけども、はい、サントリーウェルネスさんから出してるこのバロンっていう商品を最近俺は知ったんだけど、はい、これめちゃくちゃいい。へー、え、スキンケアってあの普通にあのこう、そうそう、洗顔後とかにこう簡単なのよ、はい、これなんかさ、もうこれだ、これだ、これぐらい。へえ。俺はこれぐらいでこうやってやって、はい、うん、こうやってもうなんかめっちゃいい匂いするわあの気持ちよさそうですね、うん、あ、結構伸びるんですね。で、朝ひげ剃った後にやるか、うん、寝る前にやって、はい、うん、あ、いい香り、うん、いい香りなのよ、うん、だからここでもそんなベタベタしないのよ。俺一回もスキンケアとか、はい、洗顔とかもしたことないし、はい、俺何もしたことないね。だって野球選手やってたらこう日焼けとかひどいじゃないですか、うん、俺ちょっと謎の価値観があって、はい、で男は黙って日焼けして何もつけないぞみたいな感じだったのか。が男でしょみたいな。うん、そう、夏は外でやってるんだから日焼けするのが当たり前だし、はい、ってなってくると、はい、俺も46歳 で、はい、で今でもしょっちゅう日焼けするね、うん、あの野球の解説行ったら放送席も直射日光当たったりするしね、はい、室内にいてもね、うんうん、であとはあのゴルフの収録とかもあるし、うん、外の仕事も結構あるから、はい、日焼けバンバンするね、うん、たらカッサカサになるんだよそろそろちょっと感じてきましただからあれだね、俺はこれを知って現役選手とかしてもいいかもわかんないね。だって、ね、結構ねキャンプ中とか試合ね、日も浴びるし、うん、でカメラにも抜かれるし、はい、インタビューもあるし、はい、だからって言って日焼け止めガンガン塗ってて試合もできんけど、そうですね、これだとね簡単だしね。そうですね、現役選手こそメディアに映りますからね、試合中継で顔も映るし。そう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 、ね、あの吉田正尚選手ってすっごいスキンケア気にしてるらしいんですよ。そうなん、わかりません、あの感じ。いや意識してみたことない。え、本当ですか、うん、やっぱ活躍する選手は、うん、そういうところまで気をつけてますよね、はい、だからそういう隅々なことまで気をつけてる人間は、うんうん、仕事にも隅々まで気をつけるんじゃん。仕事ってやっぱり印象大事ですからね。そうそうそう、うん、そういったところではね現役の選手たちもいいね。いいと思います、うん、で、はい、これを紹介されて、はい、まあまあ自分から手にするっていうことは、うん、多分しなかったと思うけど、うん、紹介されると、はい、若干やってみようかなって思うじゃん、まあ、使ってみようかなってなりますよね、うん、でやるじゃん、はい、いいのよ、うん、感じが、はい、これ女の人が化粧する理由が分かってきて、うん、気持ち分かりました。起きてすぐ髭剃らないのよ、はい、あの仕事に行く前に髭剃って家出る時にやるからスイッチ入る。あー、よし、オンだって感じになる。そうそうそう、なんかこうつけたら、うん、ちょなんか気合い入るみたいな、はい、だしなんかこうモチベーションというか、うん、ちょっとこういうのつけるだけで変わりません、自分の気持ち。そうそう、なんかオンオフがスイッチがなんか入るっていう、うん、なんかオフがオンになるっていう感じで、うんうん、あとつけてるっていうことの、はい、多分自信も出てくると思う。でしかも俺そんなことしたことないから、はい、なんか違いがすごいのよ、うん、でしかも俺見られる仕事が多いからさ、はい、今までそんな気にしなかったよ、はい、これでしょみたいな、はい、でも人間は第一印象大事じゃんって。大事です。で見た目も大事じゃん、うん、ってなってきた時に、はい、そういうのを気をつけてる自分に読むね、うん、そうそうなんですよね。あ、今自分こういうのをやってるからっていう、うん、なんか一つ変えるとか一つ付け足すだけで、うん、なんか妙に自信が湧いたりするんですよね。そうそう、でしかも気持ちが変わるんですよ。香りもめっちゃいいのよ、うんうん、これがねオリジナルっていう基本のやつで、はい、これがなんかねフレッシュタイプらしい。へえ、それがフレッシュ、うん、あ、
か。私フレッシュ好きかもしれない。めっちゃ塗るじゃないですか。旅行してる匂いになるこれ。でもいいですね。これいいな。はあ、あの全然あの女性でも好きな匂いですね。モルジブの匂いする。モルジブ好きですもんね。これいいな。クラシック、うん、ダンディーな香りがする。そうなん。すっごいダンディーな香りですよね。するな。すっごいダンディーな香り。高級なバーで飲んでるイメージするわ、うんうん、あーいいな。いいですね。使い分けたいな、うん、私結構スキンケアちゃんとする男性好きなんですよ。そうなん。なんだろう、何にも気を使ってませんって言って言う人より、え、何ですか何ですか。いや俺ですけど。いやいや、そうです、うん、何も気にせんし、うん、男は黙ってスキンケアなんて しないみたいな人よりも、うんうん、やっぱり気を使ってる人の方が、うん、なんかこう自信があるように見えるんですよ、うん、しかも全然ベトベトすれへんねん、はい、いい感じで、うん、あのめっちゃしっくりしかも、うん、馴染むし、だから1年間通していいと思う、うん、俺は夏ぐらいから始めたんだけど、はい、夏もその別に全然違和感なかったし、うん、冬にしても全然違和感なくできてね、うん、だから俺は超おすすめです。はい、美意識出ませんでした。ちょっと出る。出ますよね、うん、気持ちがね、気持ちシュッてするんだよ。やっぱ日焼けするからさ、はい、その時のこのやることによって、うん、やっぱりその自分自身も馴染んでくるしね、うん、あの保湿って大事なんですよ。46年目にして初めて知った、はい、実感しました、うん、水ででもよかったんちゃうかと俺思ってたけど、はい、水は水分奪ってきますから、ね、簡単なのよ。あとそうですそうです、行ってこうやってやって馴染ませるだけだから、うん、めんどくさくもないし、私もオールインワン大好き。で、あね、朝行く時にだからもうお化粧って顔洗ってひげ剃ったついでにこうやって塗ったらいいんだよ、うん、で寝る前も歯磨きした時にこうやって最後寝て 寝ればいいだけだから、はい、そんななんかね、やらない人にとったら面倒くさいなっていうイメージもある、うん、はい、だからそれがなかったのは続きやすかったね、うん、佐藤さんが気に入ってるっていうだけあってやっぱりすごくいいと思うので、うん、私絶対そのスキンケアをしたことないっていう男性って多いじゃないですか、うん、1回使ってみたらなんか本当に自分自身変わるんじゃないかなと思いますね。しかも、うん、今日お得な情報がここにあります。男性スキンケアバロンね、うん、サントリーから新発売された大人の男性向けオールインワンスキンケアバロン、はい、顔の印象は10日間で変えられるっていう、うん、本当気持ちの面でも変わるからね、はい、で約10日分のミニボトルあるのよ、はい、これは通常なんだけど、お試しセットみたいな、そうお試しセットみたいなやつが、うん、通常価格の 75% オフの、うん、税込み550円で提供と、はい、であの概要欄に URL 貼ってるんで、うん、概要欄から URL 行ってみて、はい、見て、うんうん、ぜひお手に取っていただければ、うん、俺が言ってることが嘘じゃないっていうことが分かります、うん、多分すっごいよく実感していただけるんじゃないかなってね、うん、しかも香りもね、はい、めっちゃいいし、はい、多分自分の合ったやつがこの3つの中でどれかね、はい、あると思うんで、そうですね、うん、これ見てる女性の方もいると思うんですけど、うん、ぜひ彼氏さんとかプレゼントもいいかも分かんない、ね、あすごくいいと思います。つけてみてみたいなね、そうそうそう、あの結構女性って何もしない彼氏とかに、うん、じゃあもうこれ使ってよってなんかケアしてよっていうことってあると思うんですよ、うん、そういう時プレゼントとかすごいいいと思いますね、はい、ぜひねこの機会にお手に取ってね、うん、はい、使っていただければ。で佐藤さんはこれを使ってさらに磨きをかけて、かけてあの、ね、じゃあ次2億円いきましょう。そうだね、はい、じゃあ2億円経ったら、はい、もう一回この目標達成しましたってやるわ、はい、お願いしますということで、はい、皆さんねぜひ、佐藤さんと共に頑張っていきましょう。そして詳しくは概要欄見てください、はい。